失礼します。マネージャーさんにお話があります。鈴村さん、どうかしたのか。ああ、また鈴村さん言うて他人行儀やわ。うちとマネージャーさんの仲やんか。そういえば下の名前で呼ぶ約束だったな。わかったよ。まだぎこちないな。もっとはっきり言ってもらわんと聞こえへんよ。わかったよ、ゆ。これでいいか。下の名前で呼ぶの早く慣れてくださいね。今度間違えたら罰として、吐息多めな甘くささやくイケボでうちの名前を呼んでもらいますからね。は、ちょっと聞いてみたいかも。勘弁してくれ。それより俺に用事があるんじゃないのか。そうです。今日はトリエルの鈴村優ではなく、ルイちゃんの唇守りたい隊長として言わせてもらいます。マネージャーさんのお力でルイちゃんの CM のキスシーンをなくしてください。俺にそんな権限はないよ。それにまだ諦めてなかったのか。当たり前です。ルイちゃんがどこの馬の骨ともわからん男とキスするなんてうちが許しません。ルイちゃんは責任感の強い子やから、やりたないことでも多少のことなら我慢してしまいます。せやけど我慢できるだけで傷つかないわけやないんよ。傷ついても大丈夫言うて平気な顔をする子なんよ。そんなん誰かが守ってあげなあかんやろ。せやからルイちゃんのことは親友のうちが守るんです。わかった。でもここは俺に任せてくれないか。ルイを傷つけるようなことは絶対にしないと約束する。マネージャーさんのことは信用してます。せやけど心配な気持ちは抑えられへんの。今も暇さえあればキスを阻止する方法を考えてしもて、そのうち相手の役者さんを尾行して闇討ちしそうやわ。頼むから尾行はしないでくれよ。だがそうだな、そういうことなら一つ頼みを聞いてくれないか。ここにあるのはトリエルが歌うバレンタイン楽曲の歌詞とデモテープだ。この歌詞を読み込んで優なりの解釈をルイとスミレに伝えてくれないか。それは構いませんけど、なんでうち一人なん。はは、そういうことですか。うちを忙しくさせてルイちゃんのこと考えさせへんつもりやろ。そうはいかへんよ。こんなんでうちがルイちゃんのことを忘れるわけないやんか。もう狙いを見抜かれたか。だがユウに依頼した理由はそれだけじゃないぞ。公式じゃなくて同人誌ってことか。びっくりした。あ、つまりユウはそういう、ま、せやね。甘酸っぱい青春や恋のときめきはルイちゃんやスミレちゃん向けちゃうな。それなら二人にはうちの解釈を伝えた方がイメージをつかみやすいかもしれへんね。マネージャーさんはそこまで考えてうちに提案したんやな。さすがやわ。確かに CM のことばかり考えてるわけにもいかんし、他ならぬマネージャーさんの頼みやもんな。わかりました。うちなりに歌詞を読み込んで二人に伝えてみます。これやとルイちゃんには伝わらへんね。恋のときめきをもっとうまく言葉にせんと。あれから歌詞の読み込みをしてくれているが、作業は難航しているみたいだな。そうなんよ。甘酸っぱい恋のイメージを言語化するんが意外と難しいんです。で、弱音は吐きませんね。恋愛に疎い二人のためにここはうちが気張らんと。その言い方だと優が恋愛の達人みたいに聞こえるな。さあどうやろな。なんならここでマネージャーさんを口説いてみせましょか。お、今言葉にトゲがあったような。気のせいか。慌てて話をそらして可愛らしいな。そういうのはいいから、一人で考えるのが大変なら俺も手伝うよ。え、でもこれバレンタインの曲ですよ。
マネージャーさんには向いてないんじゃ。そういえばあのカメラマンの方、厳しいので有名なんだが、あれならルイはすぐに OK がもらえそうだな。せやな。鈍感でも男の人には違いないし、手伝ってくれたら少しは役に立つかもしれんな。ほな、今夜はうちと恋愛について語り合いましょうか。